相当いい得点だったんですね、はい、さあ続いてまいりましょう、カーナンバー9、末永直人。さあゼッケン9番です、リンロンタイヤドリフトチームオレンジ、末永直人の1本目ということになります。楽しみ。ここはホームコース、そうです、はい、どんな走りを見せてくれるか。リンロンタイヤレーシングチーム2台ありますが、そのうちのまずはベテラン末永直人が降りてきた。まずはこの鋭いここのデカラ売り出して、そしてもう1回ここから角度をつけ足したいところだ。さあニセクちょっと伸ばしてゾーンに乗っけてきた。ちょっとニセクの角度がもう一回つけられればよかった感じはいたしますが、ここ振り返しから最後の角度。カーナンバー52北岡雄介 VS カーナンバー9末永直人。さあいよいよベスト16の対戦は最終組、北岡雄介末永直人の対戦ということになりました。さあまずは先行赤いマシン北岡、そして後ろからリンロンタイヤ白いマシン S1 号末永直人。どういう形で来るか、来るか、近いところ捕まえているぞ。さあどうだ、思い切り打ってくる。いやでも俺、さあどうだ、寄っていきたいところ北岡もすごいぞこれ。先行の北岡確かにいい、先行の北岡確かにいい。そして後半でいくつか遠いポイントを末永直人取りました、はい、さあ入れ替えの2本目ということになります。1つ北岡か末永直人かアドバンテージ6、末永直人持ってった、その末永直人が先行、後追い赤いマシン北岡雄介。さあ今降りてくる、それでも近いところから寄っていきたいところだ北岡雄介。捕まえてるよ、飛び出し、逃げる末永直人の右側りましたかね。じわ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 とうまくこう合わせてくるチーム力といいますか、そうです ね、この末永直選手、その辺が常に上位にいる選手ですよね。そうですね、ありますね。さあ勝利ができました、はい、それでは参ります。カーナンバー5宇都宮明則 VS カーナンバー9末永直人。さあ動き出しました、スタートしてまいります。いよいよベスト4の座と一つ、宇都宮か末永直人か、まだ宇都宮明則先行、そして後ろから末永直人、どう来る、どうだ、まずは危ない、まっすぐになった末永直人、危ない、しかし先行、そのまま行く、そのまま行く、そして後半取り直し、いいボーンになるところでしたね。今両者動き出しました、今度はリンロン末永直人が前、そして後ろから宇都宮明則の S1 号が追っかける、さあどう出る、まずは後ろから宇都宮が、さあどうだ、宇都宮ずっと離れたまま、さあ宇都宮離れたまま、これは思い切った末永に対して宇都宮、これ取られます。